さあ町長、スキーお疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったですね。楽しかったですね。コースを作っていることをね、今次はですね、ちょっと町のことについて一緒にお話しさせていただきたいなと思います。はい、今日はこちら、ウィスラーカフェさんにご協力いただいて、はい、こちらで、一緒にお話をさせていただこうと思います。まずはですね、僕たちこの湯沢町で2拠点生活っていうのを始めてから今年で3年目になりました。3年暮らしてみて実際僕らが感じていることっていうのをちょっと町長に聞いていただきたいなと思います。まずですね、リゾートマンションっていう暮らし方っていうのが我々、都会に暮らす者にとってどれだけ素晴らしいかっていうところをぜひ聞いていただきたいなと思って。っていうのはこの撮影をするわずか2日前、大寒波が来てとんでもない積雪量になったじゃないですか。ああいう時、もし私たちが一軒家を借りていたりアパートを借りていたりしたら一体どういうことになってたんだろうって考えると、やっぱりリゾートマンションで管理人さんがいつもこう除雪をしていただいて、一切そこへのこう負担やストレスがなく生活できるってことに対して、湯沢町がそういう意味でたくさんのリゾートマンションを保有されていて、僕たちはその中から好きなところを選べるっていう環境にあるっていうことは、やっぱりよその地域と比べてもすごくこう特別だなっていうふうに感じています。そして町の中に11個もスキー場があるっていう環境、その日のコンディションとか天候とか、それから気分で好きなスキー場を選べるっていう、この環境っていうのもまさに湯沢ならではじゃないかなっていうふうに思っています。3年間、冬だけですけども暮らしてみて、たくさんの魅力と、それから地域の人々とのこうコミュニケーションがすごく生まれて、こんな暮らし方ができるとは当初夢にも思ってなかったので、本当に、石の上にも3年じゃないんですけども、継続することでよりその魅力と住み心地の良さ、いろんなことを発見できて本当に良かったなって感じてます。ありがとうございます。本当にですね、ここまで考えていなかったというくらい良かったというふうにもおっしゃっていただいて、はい、湯沢町の町長という立場からですね、本当にありがたく思っています。湯沢のマンション、リゾートということで、スキー場があって、マンションがというところもあると思います。また新幹線で70分、あと高速道路でもですね、練馬のインターから約2時間という交通条件というのがございますので、そういうのもあると思いますが、マンションが今57棟あって、はい、14,500 戸ですね、戸数があるわけですけれども、湯沢町としましてもですね、一時期バブルで東京都と湯沢町と言われたぐらい、マンションが乱立をしたんですけど、当時はですね、マンションをライフを楽しむということもあったと思いますけれども、それに輪をかけて投機というようなところがあって、そしてバブルがはじけてですね、はい、住む人たちがいなくなったということなんですが、今やはり湯沢のこの豊かな自然や、あるいは先ほどお話しいただいたスキー場アクティビティ、これを生かして、加えてですね、今新型コロナウイルス感染下の中でやはり地方へという流れがございますけれども、その中で今ある湯沢の 14,500 戸のこのマンションをですね、しっかりと活用して移住定住、あるいは日域居住、そういうところを伸ばしていくことができればなとこう思っています。喜んでいただいてね、本当にありがたいと思いますし、今、移住される方々だけでなくですね、地元で住む人たちも、今ほどの雪の、うちの方では雪ごったくという言い方をしますけど、雪片付けたり、雪を下ろしたり、うちは雪掘りというんですけど、そういうことや、今先ほどの車のこと等もあって、マンションをですね、使われている若い人たちもいて、今人口が約 8,000 人ですけど、そのうちの 1,500 人の方からですね、居住をしていただいています。はい。これからマンションをしっかりと池さんですね、はい、お話からもですね、もっともっとやはりその活用していかなければならないなと改めて思ったところです。ありがとうございます。今お話もあった通り、そのマンションの再活用っていう部分で、やはり、僕らみたいな雪国の経験がないものが住まう居住スタイルとして本当に優れている建物だと思うんですよね。ましてや大浴場があったり、それが温泉だったりとかっていう、そういうスペシャルな部分も踏まえて、すごい財産、資産になってるなと思ってます。で、実は僕の周りにもユーザーのマンションを利用してワーケーションを始めた人たちがいたりとかですね、その理由として実は新幹線っていうのはすごく大きくて、僕も2年目から東京にやはりこう通う仕事の案件が増えてくる中で、最速で74分、もうね、ちょっと YouTube 見てたら東京着いちゃうんですよね。で、何が優れてるかっていうと、東京駅につけるっていうことがスペシャルなんですね。これが羽田空港や成田空港ではちょっと違うんだなと思ってます。東京駅にダイレクトにアクセスできるっていう、しかも新幹線が使えるってこの環境、どんなに雪が降っても止まらないのも新幹線なので、そういった安定性といいますか、アクセスの良さっていうのはまさに湯沢町の最大の魅力の一つだと思ってます。リゾートマンションと、それからインフラですね、関越もしっかりですけども、つまり私たちのような2拠点生活をしているものでも、仕事にストレスなくそういう暮らしも両立できるっていう部分で、これは本当3年間住んでみないと本当にこの良さっていうのは実はわからないなと思ってます。なので、ぜひね、僕のチャンネルからは、まずは2拠点生活みたいなスタイルからでいいので、一旦ここの暮らしを体験してみて、それと仕事が成立するっていう環境を体験することで、新しく移住や定住する地の一つとして、アドバンテージ高くみんなに知ってもらえるんじゃないかなって思います。ありがとうございます。はい、本当に今ほどおっしゃっていただいた通りですね、今の地方への流れというのをですね、東京から地方の流れを見ていても、茨城であったり千葉であったり埼玉であったりというところが今一番多くなってきています。これはどうかというと、やはり東京にはからやっぱあまり離れたくないけれども、やはり東京でないところということですよね。そういう中で今ほどその湯沢70分というお話がありますけれども、豊かな自然というのはどの地方に行ってもあるんですけど、70分でスキー場が雪が降っていて、そして、多分ですね、1時間半、2時間で板入ってゲレンデに出れるというような環境は、湯沢町以外にはなかなかないのではないかと。ないと思います。思いますよね。はい、ぜひですね、また、その、2地域から始まって、はい、今、湯沢町のお試し居住ということで、はい、初めてマンションを活用してやっているところですけれども、良さをどんどんとアピールしていただければな、はい、こう思います。よろしくお願いします。忖度はしないですけどね。そういう意味で、次のテーマでちょっとお聞きしたいんですけども、はい、実は新潟県は転出超過全国4位っていうちょっと悪い数字が出てしまったにもかかわらず、その中で湯沢町は転入超過で県内1位っていうのがちょうど数日前のニュースで話題になったところですけども、逆に転入超過を作ることができたっていうのは、湯沢町としてどんな取り組みをされたりとかしてたのかなっていうところ、僕ちょっと興味あるんでお聞かせいただきたいと思います。まずですね、今この新型コロナウイルスで地方への流れというのができてきていますけれども、はい、これに先立ってですね、人口減少、少子高齢化ということが、もうここ何十年、何年もですね、前からも言われてきているところで、国でも当時ですね、2015年に、いわゆるその人口ビジョン、今後のですね、動向というものをしっかりと踏まえた上で、戦略、総合戦略を作りなさいということで、取り組みをしてきたんですけど、湯沢町もですね、そういう中で、一時期増田レポート、今、郵便局の社長さんなさっている方がおられます、はい、あの方がですね、湯沢町も、新潟県では粟島浦に次いで消滅可能な、町村と言われたんですけど、はい、それを受ける中で、やはり総合戦略の中で、若者が生活の場として選択する町というものをですね、重点目標に掲げて、当時ですね、その移住定住促進プロジェクトというものを立ち上げて、はい、先ほど、新幹線で70分というお話がございましたけれども、ユーザーに住んでもらって、仕事は東京でいいよと、で、新幹線通勤をしてくださいということで、月5万円、これをですね、10年間、これを補助するということで、1人当たり約600万ですよね。全部が全部ということではなくてもですね、はい、そういう環境に湯沢町ありますよということを体験をしていただいて、そしてアピールしていこうというところでも始まってきたり、あるいは何よりもですね、産み育てるというところ、子育て環境というものをしっかりと充実していくということが大事だということで、子育て支援制度、例えば今はもう医療費がですね、高校生まで無料なんていうことは当たり前のようになっておりますけれども、これも先んじてやってきたということや、0歳から22歳までジャンプラネットということで子どもたちの生活を支えていく、そういうシステムもですね、立ち上げながら取り組みをしてきた、結果としてですね、今、新潟県で約2万人が毎年減少しています。一方で、そういう取り組みをですね、先んじて進めてきた、加えてこの新型コロナウイルス感染化の中で地方の流れという中でのライフワークバランス等々考えた上でのですね、取り組みがされることによって、新潟県では今年度もですね、昨年の10月を基準にすると、湯沢町は減少率が低いということになってますね。はい。なるほど。さらに外からの流入者も増えてきているということで、いい流れはできているということですね、今ね。そうですね。それで何よりもですね、今近年、昨年からですかね、移住定住促進プロジェクトの中でのその窓口、これを一本化するということで、これを民間の方にお願いをしていて、この民間の方もですね、ユーザーに移住をしてきて、今、ユーザーをベースにして、仕事を立ち上げられて、本当にですね、ユーザー町のために、ご尽力をいただいていますけれども、そういうことを進むことによって、どちらかといえば、ユーザーの場合は高齢者がというようなことがよく言われていたんですけど、池部さんのように若い世代の方々が今、増えてきているということで、本当に喜んでいます。実際、実はそのニュースの中では、世代層のバランスを発表されてなかったので、どのぐらいかなっていうのは見えてなかったんですけども、我々、いわゆる、経済人口と呼ばれる層っていうのは大体何%ぐらい移住されてるんですか？最近ですね、大体6割が今の現状の中では若い人が、今のこのコロナ感染下の中で、湯沢町に移住をしてきていただいているのではないかなと思いますね。なるほどですね。そういった意味でいうと、実は僕のところにも個人的に相談が来ることが実は増えてまして、実際2拠点生活、ユーザーに2拠点生活を始められたうち3家族が私のところに相談がダイレクトメールであって、僕一つ一つ丁寧にお答えしていく中で、相談してくれた方みんな今年の冬湯沢町に来てくれて。次のテーマに入ろうかと思うんですけども、私YouTuber として湯沢町の魅力を勝手ながら発信させていただいたりとかさせてもらう中で、そういった多少なりと影響を生み始めてます。で、世の中にはインフルエンサーっていう人たちがいて、 SNS を使ってその地域の魅力とか情報を配信されてることで、いろいろと流れが変わってきている時代だと思うんですけども、そういうことに対して町長はどういうふうに感じてらっしゃいますか？大変ありがたく思っています。池さんの場合は1回で5万人の方が見られるというようなこともお聞きしていますし、今、本当に情報発信がいかにうまく伝えていくことができるかというところがやはり勝負だというふうに思っています。特に私などのようなアナログの場合ですね、皆さん方のような方々からの力をやっぱりお借りして、湯沢町を強くですね、広くアピールしていただくことが本当に嬉しく思ってますので、今後もお願いをしたいなと思っています。忖度はしないですけどね。いやね、何が僕たちはご協力できたのかな、影響を与えられたのかなって考えると、やっぱり等身大目線でリアルを常に発信してきたことで共感を生むことができたのかなと思ってます。忖度なんて言い方したんですけども、決して盛ることはなく、自分たちが感じたことや体感したことっていうのを素直に発信したことで、それに共感してくれる人たちが何らかのアクションを起こしてくれたのかな、これが3年続けたことで結果としてそういう動きが生まれたのかなっていうふうに感じているところがあって、他の動画って湯沢のマンションディスってる動画ばっかしで、他の動画はみんなネガティブな情報ばっかりなのに、ちゃんとした情報を出してくれてるのはあなたの動画だけだったって、本当に助かりましたって言われたんですよ。今ね、僕もすごく驚いているのは、つまり僕らのような一般市民の発信が誰かに影響を与えて、例えばマンション購入に何かしら協力できてるっていうことが、やっぱりその SNS っていうものが発信する影響力、力っていうのはすごい多大なものがあるんだなっていうふうにね、改めて最近感じてます。私もそう思います。で本当にユーザーの場合は、マンションが57棟あって、はい、で先ほどもお話した通り1万4500戸という中で、うん、どちらかといえばバブルが、で崩壊して、そして安い低価格というようなことで、どちらかといえば高齢者の方々が入ってきてという、うん、そういうネガティブというお話がありますけれども、そこ一方ですね、今ほど池さんからお話があったように、この若い人たちがこのマンション、このグラスというかね、うん、これをやはりこのリゾートという中で楽しんでいただく、そして本当にいいんだよというところを、しっかりとやはり伝えていただいて、かつそれを受けて来られた方々がやっぱりそうだな、だからこそ池さんですかと言って声をかけて、はい、喜んでいただけるわけですよね、はい、本当に感謝状でも出したいくらいだよね。ぜひこれからも営業マンとして、はい、ぜひお願いしたいなと思います。私たち実は、今年を最後の年にしてるんです、うん、僕たち3年は最低この生活をやろうと思った中で、今年が最後っていうふうに決めてるんですね。なんですが、当然これからも僕たちは湯沢に通って、もうお友達がいるので、リゾートマンションに住んでる友達もいっぱいいるので、泊まるところはできてる、仲間もいるって形で、何度でもこれからも来ることができると思ってます。できたら町民リフトパスをまた変えたらいいななんてことをちょっと思ってます。いろいろなことがあると思いますけれども、やはり来ていただいて、はい、先ほどリアルという話がありましたけれども、はい、よかったというところで、うん、これ観光産業も、全てが行政も含めてですけれども、プラスアルファ、本当に求めていたもの以上であるということが、やはりこの持続というところにつながっていくというふうに思いますし、私たちのこの街づくりにおいても、人がいなくなっては成り立たないですから、地方創生も含めて人口をですね、しっかりとした若い人たちに住んでいただけるような、そういう街づくりをしてまいりたいとこう考えておりますので、ぜひですね、はい、またさまざまなその経験をされたことで、はい、こういうふうにすればもっと良くなるよということをお教えいただければなと思いますし、またぜひですね、一緒にこのチャンピオンコースを滑りたいと思います。そうですね。よろしくお願いします。はい、今日は町長一緒にスキーからこうやって対談までさせていただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも湯沢に遊びに来ますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、お待ちしてます。末永くよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Dude, that father is 10 men permed.